ウエストが気になってしまう、そういった方におすすめなメニューになってます。ウエストというとお腹の前側ばかりを気にしてしまう人も多いと思いますが、実は脇腹肉、腰肉がウエスト周りに関係しています。基本的なエクササイズとしては体の前側を使うメニューがとても多いです。ですが弱い筋肉は体の背面に多く存在しています。その中で脇腹、腰肉、ここはいつも触っても冷えてるよって方は、今回のメニューをしっかりやってもらって、話を理解してもらって、ごっそり取っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ウエスト周りの気になる脇腹肉と腰肉、ここにおすすめのエクササイズを紹介していきます。ウエストが気になって腹筋ばかりしていても、実は体の前ばかりを使ってしまって、脇腹と腰にはあんまり筋肉に作用していません。筋肉の弱い部位が冷えやすく、脂肪がつきやすいんです。しっかりそこを鍛えることによって、そこの筋肉が温まり、冷えにくくなり、脂肪が取れやすくなります。脇腹、腰肉、一般的に鍛えようと思うと、このように背筋イメージされると思うんですが、実はこれよりももっといいメニューがあるんです。うつ伏せから体を起こす背筋メニューっていうのは、もちろん腰周りの筋肉をしっかり使えます。ですが力の抜けた状態から力を入れるっていう動作ですよね。実はそうではなくって、体が丸くなる状態からまっすぐにするっていう方が負荷があって簡単に引かせられるんです。そこで今回は20秒のおすすめなメニューを2種目紹介していきます。その前に腰を痛める可能性があるので、少し腰をね温めてエクササイズに入りましょう。それでは紹介します。はい、まずは腰の筋肉を緩める、締めるっていうことを痛くない程度にゆっくり20秒間行いましょう。それではいきます。スタート。ちょっと腰を反らして丸めてっていう感じで、いきなり大きく動いてしまうと痛めるので、少しずつ動きを大きくしてください。痛い方は無理しないで。はい、 OK です。今度は膝を抱えて手を伸ばして、こういう感じで足の裏をついて転がります。これ20秒腰丸めたまま動いてください。いきましょう、スタート。こういう感じで腰をストレッチしながら腹筋を少し使います。できてますか？あと少しです。はい、 OK です。次に脇腹肉、腰肉におすすめなメニューを紹介します。カエル足グッドモーニングとリバースプランクになります。なぜこれがいいのか解説します。カエル足グッドモーニングなんですけども、通常つま先まっすぐ向けて前屈すると、股関節硬い人は体が前に倒れません。なので股関節を少しずらすために、つま先を少し開いて行います。このまま前かがみになります。前かがみになると自然と腰が丸くなりますよね。この丸くなったのを、体をまっすぐにさせる感じで動きます。そうすることで丸まりたい腰を逆に縮める力を入れるので、うつ伏せから背筋するよりもしっかり腰周りの筋肉を鍛えることができます。腰痛い方はあんまり無理しないでください。これをゆっくり腰を丸めて、体をまっすぐにしながら体を立てます。腰を丸めて上がります。これを20秒間動いていきましょう。お辞儀をする感じです。あんまり早く動いちゃうと頭クラクラするので、ゆっくり動いてください。それでは20秒いきましょう。つま先少し開きます。呼吸はそこまで意識しなくてもいいですが、もしペースを合わすのならば、息を吸って吐きながら起き上がります。いきましょう、スタート。丸まって、これぐらいのペースです。よーし、 OK。 そんなに強くないですよね。これをあと2セット行います。次はリバースプランクです。
リバースプランクも一緒です。指先を前に向けて、肩の下に手をついて、足を少し開いて、このまま腰を持ち上げる感じです。これも腰を丸めたくなるところを持ち上げてますから、腰周りの筋肉、脇腹の筋肉をしっかり使えます。20秒キープしていきましょう。お尻をしっかり締めてください。それではいきます。スタート。こういう感じです。意識できればちょっと肩甲骨を寄せてください。つま先は伸ばしても上げてもいいです。とにかく腰を上に持ち上げる感じで。結構これがね、辛いですよね。 OK、 グッドモーニング。2回目いきましょう。いきます。スタート。しっかりね、体を上に持ち上げてください。これでしっかりね、腰周りの筋肉が鍛えられます。そんなに難しくはないですよね。はい、 OK。 リバースプランク2回目いきましょう。スタート。普通のプランクやる人多いと思いますが、リバースプランクはあんまりしませんよね。しっかりこれがね、ここ上げることで背筋と同じようにね、腰が収縮して鍛えられます。 OK。 さあラストです。もう1回ずつです。いきましょう。スタート。これがね、慣れてくると腰痛改善にもなります。あとはね、体の前と後ろのバランスが取れてくるので、反り腰改善にもおすすめです。あんまり腰丸まったままね、上がるんじゃなくって、まっすぐにして上がります。 OK です。それではラストいきましょう。スタート。どうですか、最後しっかりね、3セット行うことで筋肉しっかり使われます。腰をね、下がりたいかもしれませんが、しっかり高く上げてください。スマホ見れない方はね、声だけ聞いてやってください。あと少しですよ、頑張って。腰しっかり持ち上げて、よし、OK。 お疲れ様でした。どうでしたか？結構普通のうつ伏せの背筋からよりも楽なのに効くんですね。あまりやらないメニューだよって思ったかもしれませんが、これがしっかり脇腹腰鍛えることができてます。この動画を週に2回から始めてみてください。腰とか脇腹を触ってみてもらって、いつも冷たいなって思った方はこのメニューを繰り返していくことで、そこが冷えにくくなり、筋肉がついて脂肪がつきにくくなり、取れやすくなってきます。脇腹と腰肉が減ってくれば、ウエスト周りも細くなりますので、お腹の前ばかり気になるよって方も、横と後ろも気にしてみてください。頑張ってやってみたよって方は、グッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。